1532年に作成された世界地図、四海階層図。西の果てに大震国の表記がある大震は中国の史書に記載されている国名で、ローマ帝国、後東ローマ帝国のことを指すとされる。ローマ帝国を現代中国語で書くと、ローマ帝国となる。18世紀の百科辞典、古今と諸州制法要異変、変数へ天台60巻に描かれた。 大神国の差し絵、和帝の長本9年に、再起都後の藩長が官営を使者として、大神に派遣した官帝の縁子の無9年に、大神国王のアントンが使わした死者が、日南軍に訪れて、増下、再覚大米を献上した。初めて交流を持つことができた、大神には普段は王はおらず、国に災難があった場合には、優れた人物を選んで王とする。 災難が終われば王は解雇されるが、王はそれを恨まない。反陽芝表。五感書、巻八十八、ウィキソース。最一期伝、第七十八安息。反対アザ中国語、和帝英元九年と後繁長遣い、官営死体新邸上死臨大会翼度、しかも安息にかい船人 EA 曰く海水、広次大、上り来たる者、青吉風三月の特度、若すぐる風また、 有事者小入美海人皆、計算家手海中全詩人思江どれ忍ぶ数有死亡者とある。なお、暗息とはアルサケスアサパルティアのことで、死祖アルシャクアスクマイナスの恩者に由来すると考えられている。汎用を芝表。五感書、巻キ八十八、ウィキソース。最一期伝、第七十八大深刻、反対アザ中国語、イタル官定延期九年。 大神王アントン剣指示日南京外剣造下、再格怠前はじめの一通縁。ありがとうございます。